白岩優奈は、日本のフィギュアスケート選手。京都府京都市出身。血液型は A 型。2016年世界ジュニア選手権では4位。京都市立大江田中学校卒業。京都療養高等学校卒業。関西大学文学部2年。4人兄弟の末っ子で、兄が3人いる。2006年トリノオリンピックの荒川静香を見て、興味を持ち。 同年秋からフィギュアスケートを始めた。憧れの選手はフィギュアスケートを始めるきっかけとなった荒川。やっていきたいことがあるのですが、活動費が足りませんとのことで、2018年11月15日からクラウドファンディングを開始した。競技を始めた経緯や、ジュニア時代の苦労を明かした上で、 北京五輪で4回転ジャンプと表現力で私のスケートを見た世界の皆さんに感動を届けたいと夢を綴った。本人団によると年間にかかる費用は約600万円で個人では資金調達に限界がありフィギュアスケートを思うように続けられない状況と苦しい財政事情を訴え支援を求めた。クラウドファンディングを開始した翌日の16日には 約900万円が集まり、目標額の400万円を大きく突破した。2019年7月、株式会社高文堂とスポンサー契約を締結した。2014から15シーズン、全日本ノービス選手権で4位、全日本ジュニア選手権では、SP27 位と出遅れ、FS に進めなかった。初の国際大会となった2015年、ババリアンオープンの ノービスクラスでは2位に入賞する。2015から2016シーズン2015から16シーズン、日本スケート連盟のフィギュアスケート強化選手に初めて選ばれる。ISU ジュニアグランプリシリーズに参戦し、JGP コロラドスプリングスでは SP5 位から FS で首位に立ち優勝。続く JGP ログローニョでも優勝し、ジュニアグランプリファイナル進出を決めた。 ジュニア1年目でのシリーズ2連勝は、日本人では2007から2008年シーズンの西野、友嘉彩以来4人目。同年11月の全日本ジュニア選手権では、樋口若葉についで2位入賞する。初出場のファイナルでは5位となる。初出場となった全日本選手権では5位に入り、新人賞を受賞する。リレハンメルユースオリンピックでは、SP 首位となるが、FS で、 ジャンプのミスがあり総合4位となる。初出場となった世界ジュニア選手権では4位となる。シーズン終了後の4月初旬に、左足の蛍骨を骨折し、2ヶ月の間、表情練習ができなかった。2016から2017シーズン2017、世界ジュニア選手権、SP2016 から17シーズン、初戦の JGP モルドビア坂月で4位、続く。 JGPB シュベルター坂月で2位に入った。2度目の出場となった全日本選手権では、ショートプログラムでジャンプミスや手袋を落とすハプニングに見舞われ17位と出遅れたが、フリースケーティングでノーミスの演技を披露し挽回、総合6位となり2年連続で世界ジュニア選手権の代表を獲得した。二千十七年三月、台北市で開催された世界ジュニア選手権では、 ショートプログラムでパーソナルベストを更新し5位となったが、フリースケーティングではミスもあり、前回大会より順位を一つ落とす総合5位に終わった。2017から2018シーズン2017年7月2日、プログラム曲を発表した。SP は甘色の髪の乙女、FS は展覧会の絵。シニアデビュー初戦のアジアフィギュアハイは2位。続く、 ISU チャレンジャーシリーズのフィンランディア杯では、ミスも相次ぎ7位となった。初参戦となったグランプリシリーズの NHK 杯では、ショート、フリーともにミスが出て8位。連戦となったフランス杯では、SP をミスなくまとめ、自己ベストを更新し3位と好発進。FS では点灯こそあったものの自己ベストをマークし、総合でも自己ベストを更新し6位となった。 シニアとして初めて挑んだ全日本選手権では SP ではジャンプの点灯があり8位と出遅れた FS でも後半の3連続ジャンプが乱れて点灯しなない総合では9位となり悔しさの残る結果となった2018から19シーズン2018から19シーズン初戦のアジアフィギュア杯で2位続く US インターナショナルクラシックで5位に入った グランプリヘルシンキでは、ショートプログラムで2位につけ、フリーでは5位ながらも、自己ベストの得点をマークし、総合で4位となった。当初は、ユーナの2018から19シーズンの、グランプリシリーズは、グランプリヘルシンキの1試合のみだったが、故障した、樋口若葉に代わり、急遽、ロステレコム杯の参加が決まった。ロステレコム杯では、SP、FS どもにジャンプミスがあり5位。 全日本選手権では SP でジャンプの転倒などのミスがあり12位発進。FS も冒頭のコンビネーションジャンプで転倒。他にもジャンプの回転不足が重なり9位。総合では2年連続の9位となった。2019-20シーズンアクセルを除く5種類のトリプルジャンプを飛ぶことができる。コンビネーションでは3回転ルッツマイナス3回転トゥーループ。 三回転フリップマイナス三回転トゥーループ、三回転トゥーループマイナス三回転トゥーループ、二回転半アクセルマイナス三回転トゥーループを成功させたほか、二千十五年 JGP コロラドスプリングスでは難度の高い三回転サルコをマイナス三回転ループを成功させた。ピョンチャンオリンピックの出場はならなかったが、三回転アクセル、三回転ルッツマイナス三回転ループ、 4回転トゥーループ、4回転サルコー、4回転ループの練習をしている。14歳、白井は優奈世界ジュニア大輪の予感14歳、白井は自分の演技をフィギュア女子最年少、白井は優奈五輪目指す活動費用のクラウドファンディングがた日で目標到達スポーツ日本2018年11月15日、白井は優奈活動費足りないネットで募集。 目標学トップアサヒ新聞2018年11月16日、フィギュアスケーター白岩優奈選手とスポンサー契約を締結いたしました。高文み公式ホームページ2019年7月19日、閲覧、フィギュアスケート今期期待のジュニア女子選手、中編、15歳、白岩優奈、新プログラムを披露、静かな曲で演技したいと思った。 デイリースポーツオンライン2017.72白岩優奈が全日本選手権欠場右肩骨損傷など怪我で日刊スポーツ新聞社2019年12月18日閲覧白岩優奈が昨季封印のセカンドループ復活目指す nikkanspoorts.com h t t p s w w w n i k k a n s p o r t s c o m s p o r t s n e w s 2 0 1 8 0 7 7 2 4 0 0 0 8 h t m l 2 0 1 8年7月25日閲覧ありがとうございます。